はい皆さんこんにちは、えー、去年受講された皆さんへのこちらは <laughs> 動画になってます、えー、おはようございます久保山です、えー、昨日今日とねなんかあんまり寝てなくてもうちょっと目も腫れがちで髪もね実はボサボサなんですけどね、えー、今日はねちょっと皆さんにお知らせしたいことがあってこの動画を作成しています えー、今日ですね、えー、23日、えー、昼からあ予備講習会ということで、単発のセミナーがね開催するわけなんですけど、今日の内容はですね、実は、まあ、事務局の皆さんとお話をしてです、ね、こ、えー、今年1年間、一体どういうことをねやるのか、そしてなんでそういうことをねやるのか、そして皆さんの何が役に立つのかということをね、皆さんにもう一度お伝えした方がいいんじゃないかというふうに思いましてね。 それの予備講座ということでね、今回、えー、話させていただきます、えー。ここ、私の書斎なんですけど、一応動画撮影用に後ろはね、綺麗にしてるんですけども、周りはね、ものすごい本がね、乱,乱立し,してるような状態で見せられない。見せられるのは一箇所ここだけだというね、そういう状態なんですけど、そあどんでもいい話でね、えー。今回のですね、話、今日、今日の話は今年1年間、 何をするのかという話ですで <laughs> ここにね出してますけれどもお今回お伝えする今日ですね今日お伝えする3つの内容というのは講座の中で何を学ぶのかそしてそれはどんなな内容なのかでそれが一体何で必要なのと皆さんにとって何がプラスになるのというお話をね今日じっくりいたします。いいやいや 去年1年間というよりね私この勉強会10年続けてまいりましたもう最初はね居酒屋で3人の女性と一緒にね動画を見たというだけのねまあ、単なる動画視聴会だったのがなんと10年間まあ、ほぼね1回の休みもなく今はね10回講座になっていますけれどもその間もねまあ、セミナーとかをやってますのでほぼねずっと10年間毎月、えー 継続しててやってきたことになりますでちょうど10年経ってねこれから11年目を迎えようとするわけなんですけれどもここ最近ですね私にも非常に何かこう大きな典型のような、ね、変化がね起きましてね、えー、今年からですねまあ大きくまた方向転換をしようと考えています。それが一体どういういことなのかをね受講する皆さんには あ関係のあることですからそれを伝えておこうと思って動画を作成したわけですそれじゃあちょっとねここだけ行きますこのスライドはね実は今日使う内容今日使うスライドでもあるんですよねすいませんねなんかキンコンカンコンチリチリンって <laughs> 入ってるかもしれませんけどあれうちの子供があの玄関にあのつけてるねツリーチャイムみたいなのがカラン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 なってるんですあんまり気にしないでくださいねごめんなさいねはい <laughs> すいません はい、じゃあ、気を取り直してね、もう一度。えー、生き塾の総合講座という風にね、えー、位置づけようと思います。毎月のこの5時間の勉強会はですね、何が総合なのかというと、3つの柱がこの生き塾の中で学ぶ。で、1つ目の柱がですね、時事ビジネスの動向解説ですね。まあ、これはですね、まあ、これまでも1年間やってきた内容にプラスして、まあ、 日経新聞とそれからね WBS、うん、こちらのね2つからチョイスしてお届けしてまいりましたねこれをきちんと1時間時間を取ろうと思いますそれでね丸2番目ですね2番目が成長拡大のための原理原則これはですねまあもちろんチェーンストア理論というね実際に今この小売業流通業でこの日本を支えるインフラとも言えるべき えー、小売業、流通業そして飲食業このね経営でにおいてどのような原理原則があるからこそこうなってきたのかというこれはね成長拡大ということを考えていようが考えていまいがすべての方にとってプラスになるというふうに私が判断してます本当に私もねそう思ってますですから2番目がこの成長拡大の原理原則そして3つ目です経営者のための人間学ですね。 でなんでこの3つ目をね勉強しなくちゃいけないかというとやはりね会社というものや組織というものはトップの人間力以上には大きくならないって言うんですねで。じゃあ人間力って一体どういうものなの人間学って一体どういうものなのじゃあそれを何をどうしたらね自分は成長できるのかということがやはり私も分からなかったし実践もできなかったわからなかったから実践できなかった。 しかしねあのー、まあ今本当にね一日ね8時間から10時間ぐらいねこの机に座ってこの椅子に座ってそして勉強研究をしているわけなんですけどもようやくね、あのー、皆さんの役に立つというかね人の役に立つものが、あのー、蓄積されてきたなという気がします。それをね今日実は1時間半から2時間ぐらいかけてね えー、皆さんにお伝えしようと思ってますこの3つこの3つが一体何なのかということについてですね是非皆さん去年1年間学ばれてねまだ今年どうしようかなと思ってらっしゃる方もいるかもしれません是非ねこの内容を聞かれて私もねさらに進化しています皆さんもね自分自身のビジネスや自分自身の進化のためにねしっかりと今日の内容を聞かれてねそして、えー、自分の 目標達成、自己実現のためにね、活用されたらいいんじゃないかなというふうに思います。それでは皆さん、このね、講座はね、アーカイブでも視聴することができますのでね、アーカイブが視聴できるからといってあの、アーカイブで見ようっていうことよりも、時間をちゃんと自分で作って、そして、えー、その場で聞くというのがね、一番大事です。あのその努力をしない人っていうのは、大体やっぱりダメですよね。うん まずは自分で自分のための時間を作るそれをね自分の意思で、えー、やってください、えー、今日昼お会いできることを楽しみにしていますのでね是非とも皆さん、えー、今日昼の1時にお会いしましょうそれでは以上です